最強ビール最強つまみイエーということで作っちゃおう、パスタ、とこれじゃないんだ、これいつのパスタ使う、いつだ、これか、賞味期限が9月19のやつ食べます、大人向けのパスタ、そうっす。これ大丈夫かな？まあ、1ヶ月、2ヶ月は大丈夫でしょう。知らねえ。500ワットで1分。了解。パスタ食べます。よいしょ、それでよっ、めちゃくちゃ食べようかなと、ダメか、本当はねたくさん食べたいんだよね、大丈夫かな、賞味期限2ヶ月経ったけど大丈夫かな、不安、よし、2ヶ月経ったソースをちょっと開けて見てみましょう、大丈夫かな、大丈夫だろう、2ヶ月ぐらい乳白色やつだけど、大丈夫っしょ、この密封容器に入ってるんだから1ヶ月や2ヶ月は大丈夫でしょう、2ヶ月経った感じのやつよ、これ。どう？匂い？あ、いける。全然大丈夫。全然大丈夫。問題ない。ノーマンタイ。で、パスタは多めに食べます。お前そんなに食うの？っていうぐらい多めにいきます。こうあるじゃないですか。全部いきます、これ。全部いって食べます。ソースも全然ありだ、この量は、塩も早めに振っときますか、OK、こんなにいいよ、で、11分かな、茹で時間は11分、用意できた、でビール、今回のビールはこちら、読めません、キャプテンクローエキストラペールエール、こいつは強烈なホップアロマが特徴的なエクストラペールエールだ、尋常じゃないほどのホップが使われているんだ、くれぐれもグラスに注いで楽しんでくれ、君の後悔にグラスに注げって書いてあるんでグラスに注ぎます、
グイ飲みショットグラス。キャプテンクロウ行きましょう。よっ。色は、うん、色はきつね色ですね。いただきます。あーうまっ、あーうまっ、これはうめえ。苦味はね、最後に来る、飲み終わった後に苦味が来る感じ。甘い、このビールは甘いです。とてもとても甘い。うん、うん、なんかすごいわこれ。甘いよ、ほう、なんか うまみの方が高い。あ、ホップの味がすんげえする。うん、なんか人に愛されるビールって感じ。まあでも苦味が後で結構来るのは来るな。結構は来ないか、それなりの苦味。じゃあ用意できましたね。じゃあ11分、めちゃくちゃ作ります。パスタを茹でていきます。 1.5 倍、これめすんごい食べます。今日パスタ全部使います。お腹空いてるっていうそれだけの理由でパスタ全部使います。お腹空いてるっていう理由だけで。残り1分になったら、そのなんていうか、ソースをレンチンしようかなと。残り1分だね。まあでも1本ぐらいでいいよ、電池も。OK、いい感じ。全部入れた。お湯の中に全部入った。いやー。まあちょっと、あれかな。長めに電池した方がいいかな。賞味期限のこともあるし。今日使ったパスタは、ギチェコパスタナンバー12スパゲティ、太さ 1.9 ミリ、極太パスタ。これね、極太がいいんだ、マジで。パスタ食べるな、極太。間違いない。
題とかしながら。編集とか一切しないので、11分間をこの動画です。変わらない。編集一切なし。だからその、シークバーで動かして見れば別に問題できるからね、誰でも。編集いらんわ、だから普通にシークバー動かして見たい動画まで撮れば編集いらないし。おのおのでやってくれ。量めちゃくちゃ量ある。いやお腹空いているとはいえこんなに食うのか。パスタなぁ、やばいよね。あと賞味期限切れてるのがいくつあんのこれ、すんげーある。いやパスタやばい、食わないとまずいわ。なんかちょっとね、いや茶碗蒸しにハマっちゃって、茶碗蒸しにハマるとそのパスタを食べるっていう流れがなくなっちゃったんだよね、ちょっとね。それでね、ちょっと失敗したところはある。でもまあ今日からずっとパスタ食べればちょうどいいでしょう。そろそろあれだね、レンチンしようか。
じゃあ練習します。あと1分半ですね。よし。まあでかい皿の方がいいかな。でかい皿ですか。見栄え重視というか、多分皿が小さい皿に入らないと思う。この量は。今日の題名は最強ビュー最強パスタか。大丈夫かな。まあまあまあ大丈夫でしょう。はい、ではパスタを揚げていきます。大盛り、超大盛り。よいしょ。で、上から賞味期限の切れたソースをかけます。まあ、フォークで食べるか。とりあえず、あえるまでは箸でやって、その後はフォークで食べます。よし、混ぜます。多分ね、この量に全然足りると思う。この量でもこのパスタの量、ソースの量だったら足りるはず。この量でも足りるはず。このソースの量なら。できました。拡大。
今回のはこれですね。大人向けのパスタ、粒たらこの十勝産生クリーム仕立て、賞味期限9月19日。よし、食べていこう。最初はこの状態で食べます。最初の一口はこの状態。いただきます。まあ美味しい、美味しいかな。うまっ、うまっ。とビール。うまっ。そして。ここに胡椒をかけます。まあこれで完成です。まあソースの量が多いので2人前で作っても全然それでも多いぐらい。お得ですね、これかなり。グラム数でいうと130g。いや、これは2人前作っても全然いい。足りる。今食べてるのが 1.5 人前ぐらいか。2人前か5人前ぐらい。うまい。うまっ。もうたらこの粒々と胡椒の粒々が、まあ、いい感じですね。なんか黒胡椒を入れた方が絶対うまい。から伸び、いや、パスタはね、作らんとダメだね。こんなにうまいのに。やっぱパスタうまいわ。
あ、今回のパスタはアルデンテというところまでは行ってない。なんていうか、まあまあ絶妙なところなんだけどね。あの硬いなっていうのはまあ一切ない。うん。あのなんていうか、今日じゃない、最強でちょっと。いや、火力を強火の上でやったんで、でもまあ、まあこのぐらいでも全然いい。弾力があればいいんだ。あー、うんめえ。いやー、最高だ。うん、うん、うん、うまかった。なんかちょっとソースが残ったんで、うん、なんかちょっと違うやつ、こういう食べ方どうするかっていう感じ。うん。モッツァレラチーズにって思ったけど、そんなでもないな。そしたら卵入れて混ぜてレンチンしようか。ここに卵入れて混ぜてレンチンします。事故るな、これ完全に事故だわ。完全に事故ですね。完全に事故なんだけど、これで1分ぐらいかな。1分。はい、レンチンします。いやー、最高だった。
はい、1分40秒レンチンしました。まあ若干半熟なところもありつつ、チーズ部分もこう入れつつ、半熟部分チーズ部分混ぜつつ、はい、まあ、すげえ不格好ですけど一品作りました。いただきます。うん、うん、うん、うまっ、ほぼモッツァレラチーズ。で、これとビール、うまっ、うん、うん、うまかった。はあ、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強ビール最強パスタもよろしくお願いします。失礼します。